はい、ソフトバンクを、ねえー、ウルトラギガモンスタープラスから「国民を守る雑談です今回はね、はいえー、元気なおじいのねこの動画作りは皆様からの温かいチャンネル登録で支えられていますそしてね皆さんのこの評価グッドボタンとかねあの高評価とかねいいねこれによって支えられています ねまあ、そんなわけで、まあ、広告もちょっとうざいかもしれないんだけど、あのおじいちゃんもうこれで今、生きていこうって決めて頑張ってるので、もしよかったら応援してください、お願いします。 チャンネル登録がね、本当嬉しいです。お願いします。それだけで、今回のテーマはウルトラギガモンスタープラスから国民を守る雑談ということで。皆様からお寄せいただいたね、あの意見をもとに。少し,しね、あのおじいも賢くなってきたので。それをね、簡単にサクッとまとめてみたいと思います。で、もし。テレビの CM とか、広告とかで。ね、あの、あ、ノーカウント、あれもこれも、みんな。 ノーカウントへえ、ただなんだ、0円なんだ、そう思っていったら、条件があった、じゃあ、これだったら大丈夫なんだよね、これは対象外のサービスだよねって使っていたら、実はノーカウントになっていなかった、なんでってことで、騙されたってことで、あのーまあ、高額請求が来る可能性があるわけです、実際にね、そんなことにならないように、簡単にね、あのー、まとめてみました。 まず公式のページを見ると、はいまあ、このようにね、えーまあ、今ならさらにこのねギガ使いたい放題キャンペーンというものをやっております、ねはい、ちょっとこれ見やすくするためにちょっとちっちゃくするね。このギガ使いたい放題キャンペーン、ね、でこの売り文句が何かというと、はい、ここね、究極の,究極の、ね、データ消費ゼロを体験しよう すごいキャッチフレーズよね。究極だよ。究極のデータ消費ゼロを体験しようってことなんだよ。体験するためには、ものすごくややこしい。そこにたどり着くためには。ね。そして、これね。ここよく見て。これ、こ,こ,こ,これ、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 これ。ネットゲームもすべてのアプリ、サービスにかかる。 データ通信量が0イトここで、ね、総務省、ここをしっかり見て。ここ見て。いい。ネットもゲームも、でこれ赤い字で書かれてる。ここ。すべてのアプリ、サービスにかかるって。ここ。この赤い字で強調されているすべてのアプリ、サービス。 で、このようにね、強調されてます。で、データ通信量が0イトこれを見て総務省は何も思いませんかね。まあ、JAL はね、これを見ても何も思わんじゃろう。ね。でも総務省はこれを見て何か思いませんかネットもゲームも全てのアプリ、サービスにかかるデータ通信量が0イト。で、 まず1個目の条件としては、はい、こちら、ね。2019年4月7日までにウルトラギガモンスタープラスが適用された方が対象です。ということでね。で、この,あのウルトラギガモンスタープラスが適用イコール2年縛りでみんな入るよね。これね。はい、そういうことだよね。 にしばりじゃない方高くて入らないよね。そうなってるんだよ。あの一個一個紐を解いていくと、そういうふうにね、従っていくんだよ。条件が条件を呼ぶ。ね、それで、ね、あのこのね、よいしょ、このギガ使いたい放題キャンペーンね、提供条件書っていうのがあって、で、ここ、これをね、全部開いてみるこれをね。そうすると、わざわざね、ご丁寧に PDF で、こういうふうになってるんだよね。で ここの内容に何が書いてあるかというとあの、まあ、ギガ使いたい放題キャンペーンはあの期間内に、ね、50ギガプラスに加入した場合に適用されますよというキャンペーン期間とか、まあ、つまらないことが、ね、だーっと書いてあるんだよね。それで特典、えーと,まあ、としてはデータ定額50ギガプラスのギガノーカウント、ねでまあ、当社は指定のサービスをご利用の場合データ通信について基本データ量50ギガを消費しない 機能を言いますし同じで、これね、これね、これ、適用対象を国内におけるすべてのデータ通信ねえっとしますっていうことで、これが特典なんだよね。で、いろいろまあ解除条件とか、ここら辺はあるんだけども、こうすれば解除できる。あと、期間はあるんだけど、これね、問題なのがね、ここら辺なんだよ。これ、重要だよ。 これね、あの例えば、本特典適用終了後の GIGA のカウント対象サービスはホーム,ホームページを、ね、あのご確認くださいとかさあと、これね一定期間内に著しく大量の通信を継続的に行い、ね、機械的な通信と当社が判断した場合は通信速度を制限することあんなこともこんなこともゲームをつって、あのー、やらせておいて、ね、で制限することがあるとか。 であと、これ、本提供条件書に記載されている事故以外の条件については、例外定か50ギャプラスの条件をねご確認くださいとかね、なんかあのこうやってあるよね。で、それ以外のその条件っていうのが、この PDF には何にも記載されていないっていうね。だからそのあれもこれもっていう都合の悪い条件が、この PDF にはないんだよ。書いてないんだよ。それでね、 このま一、あ、回ちょっとここに戻るけども、まあ、そんな内容をこちらにご覧くださいしてってあのちゃんとした内容が隠されている、ね、じゃあこの上のところをね見てみましょうということなんだけど、ねはい、もうちょっとねもうちょっとねこの上ねはいで多分ここなんだよねあのこのギガノーカウントのこの特典としてはねよいしょね、はい ここらら辺から出てくるわけですで皆さん、まああのー、CM とか広告っていうのはこれを見てるよねでいろんなニュースサイトもここが出てるよねで踊らされるのはここからなんだよね。 要は結局ねあの、目に入ってくる、頭の中の記憶に残るっていうのは、あの動画サービスもあの SNS もあのデータ消費されませんってことでね、データ消費がされないよってことを頭にインプットされるわけです。あの動画サービスもあの SNS もってことで、あの勝手に連想させられるわけです。で、これが動画 SNS 放題ですっていうことで、 ここのところは、ここで明確に、あの、すべてのサービスって別のところでは書いてあるのに、ここでは、あの、明確にしていない。で、そこにトラップがある。これが何を言いたいかっていうと、えっ、ー、と、さっき言った、ここ、ここね、ここね、ここなんだよ。この赤い字で書いてある。ネットもゲームもすべてのアプリ、サービスにかかるって書いてあるんだよ。赤い字で。だらここら辺が、あの、太鼓判になって、あ じゃあすべてのものがデータ消費されないんだなって普通判断しちゃうよね。で、そこで見,見てみると、この対象サービスっていうのがこれ、ちょろってあるんだよ。そうすると、この対象サービスのあ YouTube があるな。あ LINE も OK なのあインスタもあるじゃんみたいな感じでこうやって見るんだけど実際の条件を見るとまあ厳しいものがあるあの広告がダメとかジャンプした先がダメとかねあのどう見てもふんじけちゃうようなものが、ね、あるんだよあのこのあのノーカウント対象サービスなのに例えば LINE で言ったらあの通話がダメだとかねいろんなものがあるんだよでねあのそれをちっちゃく書いてあるんだけどもまあ 通勤通学で,でもここのところにさ、じゃあ YouTube のさ、動画条件が書いてないじゃん、ここで。ね、ヒカキンの動画も、ギガノーカウントって、こうなってるでしょ、でも条件がないじゃん。じゃあ、カキンの動画もギガノーカウントだから、YouTube でそのまんま見ていたら、お金かかるよ。 これがねどういうことなのか、まあ、例えば好きな時に映画や音楽を楽しめる、ね、あの食堂制限にもう悩まないって <laughs> こうなってるんでしょでさあ遊びまくれ SNS 放題で遊びまくれってこうなってるわけなんだよでここまであれもこれもで赤い字でねすべて,、ね、てのものって書いてあったにもかかわらずはいこここのね細いバーこれね あのこのまま通り過ぎちゃうような、これ、なんか背景みたいになってるやつね、ここ、データ通信量を消費するケースについてっていうのが、ちょろってある、こ,こんだけ長いもので、こうやって、どわーっと見ていって、ちょっとあの目、チカチカしちゃうかもしれないけど、こうやってね、こうやって見ていって、どわーって、ポッポー、ぼんぼん、どるーンあれ、今なんかあった、おっつってね、おっって。 ここにあの気がつく人がまあどれだけいるかってことなんだね。また皆さん、ちっちゃいスマホでペロ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 ーンってめくってるでしょ。この1本のこの棒がどれぐらい重要なことがあるのかっていうのがね、皆さんここのところをね、さ、あ、ら、のー、って流すようなねトラップになってます、これがね。で、例えばなんだけど、このデータ量を消費するケースって、ここをクリックすると、ペロンってね、あの出てくるものがあります。はいそれで その内容が、はい。たった、たったこれだけの内容。いいあの、こ、これをね、これをよく見てて、これをよく見てて、いいいいこれが今ね、開いた状態だよ。いいいいで、あの、今これが閉じるけども、いい上から見てみて、これがページ、あの、トップページでしょこれトップページでしょこうでしょ 普通に物事考えてみて。総務省の人もよく見てよ。ね。普通に考えてよ。こうやってあの、ページがありました。で、この、この1ページを、ぐわーっと見て、これだけの長さがあるんだよ。わかる 伝えたいことがたくさんあるから、こんだけのことが、この長さでこんなにあるわけなんだよ。いいで、こんだけ都合のいいことがね、これだってあの、4人の場合がこんなってなってるでしょこれ今自分で1にしたけど、デフォルトここなんだよ。4人で使うとっていうね。で、こんなに都合のいいこと、だーっと並べてあるんだけれども、この、たった、たったこれだけ、たったこれだけを、これ開いた状態でアップしたって変わんないじゃん。 そう,思いそう思わない、総務省の人はそう思わない、こんなに長いページの中に、こんな長中のたったわずかこのバンが、こんな一本の本がこうやって、これを開いても、こんだけしか変わらないんだよ、この長さが、この長さが、こ,こうなるかこうなるか、この違いで、何にも変わらないでよ、ほとんど、見てる人にとったら、しっかりバーってやる、ね。で、これが開いてると開いてないでは、どえらい違うんだよ、これ。 意味が伝わるか伝わらないか、なんでこれを一本のバーにしまうのか、総務省の方ね、これどうう、どう思うどう思うで、あの、じゃろう、ね、これいかんじゃろうって思わない、ね。で、まあ、内容を見ていきましょう、どういうものが一本のバーで隠されているのか、ね。 あのまあ、隠してるわけじゃない、ね、あの表にある、でもそれに気が付いてよってことなんだよね。あのー、で、ここう、このさ、データ通信を障害するケースについて、なんで重要なことを書いてあるのに、でなんでこの大きさなのって思わない、総務省の方。ほいでさ、ね、ほら、これなんかさ、ネットもゲームもすべてのアプリ、サービスがあって、赤い字までか、あのー、にして、 このデータ通信量が 0GB ってこの大きさとこの色で書いてあるんだよ。にもかかわらず、このね、重要なことについては、ほら。もし虫眼鏡つかないと、これ、これあの大きく拡大したいとわかんないよ、これ。見えないよ、これ。ね。以下の動作や機能はデータ通信量を消費しますので、ご注意ください。このご注意がなんで色が変わってないのね。 ご注意って普通さ、赤い字で書くよね。で、おっきく目立つようにしないと注意を促せないよね。なんで黒い字でさ、こんなあのカメレオンみたいな感じで細かくさ、隠してやるの総務省の人見てるね。それでさ、記載のサービス内容は予告なく変更にね、ここも問題なんだよ。予告、予告なく変更されたら困るんだよ、これがね。やばいよ。 契約させられてるのによ予告なく変更するの、あのー、皆さんに承諾してるってことになるんだからやり,やり放題じゃん。で、全コンテンツ共通なんだよ、これがね。で、あ YouTube の場合ね、広告クリックのね、行った先。で、あの TVer、ね、広告、軽食のなんかビーコンとかね、動画配信の、まあ、なんだかのシステムに関する通信とかね、なんかわかんないけど、なんか勝手にやられたものとか、ト,クトピックスを見たりとか、そョコ辺は有料。 フルーなんかもね、あのー、動画視聴やダウンロード以外の通信、サイトの閲覧とかね、動画マニフェストとか、なんかそういったもの、あとあの画像とか字幕データとかね、なんかそういうものあの,あのカウントするよって、インスタからもね、あの音楽の最初はっ、ね、インスタなんか音楽つけながらアップしてる人もいるじゃん、ね、あれもこれもすべてのじゃないじゃん、これ、インチキじゃん、これ。 でアメバ TV お知らせページの一覧とかお知らせページ見るでしょ普通 Q&A を見るとかさこんなものも制限されるの <laughs> で番組公式サイトの一覧とかさ役に立たねえじゃんこれ総務省の方これ見てさ疑問に思わないねえ tv ーーってテレビの番組とかもさ、番組サイトのさ、あの、公式サイトの内容とかさ、お知らせページ、これを見てカウントされるとおかしいと思わないで、これでさ、本当のゼロを体験しようとかって、そういうい文句がでっかく書いたんだよ。できる総務省の方がこれに入って、あなたはあの、ゼロノーカウントを究極に体験することができますか実際に。できるできるもんならやってみろ。 このギャオとかね、あの広告の視聴閲覧とかね、画像テキストの閲覧とかね、まあ、一,部の一部の生配信、一部って何なんだよ、それ、ね。閲覧とか、わけが分か定義されてない。で LINE、ね、音声通話、ビデオ通話とか、ね、Facebook、ね、あの音楽の再生とか、こういうものが、あのー、ご注意くださいになってるんだよ。でも、ね、まあ、対象外のサービスもたっぷり5 0ギガ使えて、安心あっという間ではこんなものはね。 それでさ、まあ、ここまでで、あのー、これが無理っていうのが分かったでしょ、ネットもゲームもすべてのアプリ、サービスにかかるって、これ、すべてのアプリ、サービスって、すべてのアプリとすべてのサービスじゃないじゃん、限定された特定のアプリで、そして、あのーね、一部サービスを除く、一部のサービスにかかるものがあって、これ、一部じゃん、すべてじゃないじゃん、このすべてっていう文字が、これが詐欺に該当するんじゃないの、一部のじゃないと。 ネットもゲームも一部のアプリ、サービスにかかるデータ通信量が0円じゃないと、これ、正しい表現じゃないんじゃないの、これ。おかしいと思うんだよ。それでね、さっきのあのあのデータが、カキンのやつもただただと言いながらね、例えば動画スリミングなら220時間ってあるけど、この米,米市があるんだよ、この米市。この米市。で、この米市は、はい、何かというと、はい、これ。 はい、皆さんここが一番トラップに引っかかるよ、大丈夫画質5 1 2ロ b p s で再生した場合 YouTube にしても何にしてもあの画質、デフォルトその通信速度があってで例えばあのスマホでも、ね、あのフル HD 要は 1080p でアップされたものだったら自動で 1080p。 で、おじいのみたいに 720p でアップしてる動画は 720p って、あの、回線がよっぽど悪い状態でない限り、それがね、デフォルトで選択されることになってます。普通に見てるとね。それで、手動で、あの、設定のところで手動で、あの、固定するとか、その動画ごとにバンってね、落とすんだよね。落とすまでは普通のであの再生されちゃうとか。じゃあね、あの、その、 今、皆さんが契約するソフトバンクのこのウルトラギガモンスターのこの契約の回線速度がもともと512キロ BPS の速度しかできないものだったら OK なんだけど違うでしょ512キロ BPS ってどれぐらいかっていうと例えば元気なおじいが今あのレンタル Wi−Fi2300 ここの ZT とかあって電波が非常に悪い絶好調なところはあのダウンロードの速度が高い。 1 0 0ギガ出るんだけど、100とか8 0ギガ出るけど、おじいのところは、あのあごめん、1 0 0メガだったギガ、ギガだったらすごいことになっちゃうね、1 0 0メガとか出るんだけども、おじいのところは10から2 0メガしか出ません。ね、それぐらいのショコです。で、Y モバイルとか、あのなんだっけ、ワイマックス。 あれは3日で10ギガ使っちゃうと、翌18時からとかね、翌20時から翌1時とか2時まで速度制限されます。その速度制限されるのはどれぐらいかというと、1メガ BPS という速度です。1メガ BPS だと、YouTube を見にしても何にしてもね、画質があのよくありません。 見れないわけじゃないけども 360p とか落とさないとスムーズではありません読み込みがクルンクルンクルンってなったりして、ね、あのスムージー見ることができませんそれがね 1Mbps という速度になりますでその 1Mbps のさらに半分の速度が 512kbps という速度になりますでちなみにソフトバンク回線を普通に使っててで例えば 7GB 制限で使ってたら 7ギガ超えたらあの速度制限されるの。それはね、1 2 8ロ b p s という速度になります。1 2 8八キロ。だから、それに比べたら、あのまだ、あれはもう全然使い物にならないでしょ。t w i t t 1ページ表示するにもえらい時間かかるでしょ。実際ではね、あの使い物にならない。ね、あの電波がないのと同じ状態だよね。 まあそれよりはまだましかもしれないけれどもでも Y モバイル、YMAX の速度制限の半分しかないんだよで、この状態で皆さん気をつけて動画ストリーミングをちゃんと見ますかってことなんだよそこをちゃんと理解して毎回毎回その512キロに気をつけながらやっていますかってこと動画、ね、あの音楽のストリーミングとか、ね、そういうものもちゃんと 512キロの速度、マップなんかさ、特にさ、あのナビとか使っててもさ、ね、あの移動してるんだから、どん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 読み込んで早く見たいわけでしょ、512キロで読み込んだら、くる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 して、変わんないから、実際に使えるかどうか分かったもんじゃないじゃん、マップによっては。そうでしょ、そんなのね、これね、これねすっげえ重要なことが、なんでこんなちっちゃいのって、この文字の何分の1なんだよ、色も変わってないし。 実際に総務省の人が、ね、じゃあこれ,これが対象外で、あのこれが対象だからって見てたら、これに引っかかるよ。いくつトラップがあるんだよ、絶対。ね、条件がある、対象外がある、食度制限がある、ね、この本当の、すべてのアプリではないわけでしょ、本当にノーカウントにたどり着くためには、ね、いくつものハードルを超えなきゃなんないじゃん。アホか ってね、で総務省は、ここのところをちゃんと理解しているのかどうなのか、今回のこの CM とかね、知らしとか、ね、いろんなニュースとか、こうやってあの大きく都合のいいところだけ、ね、でっかく出てるんだけども、ね、これ、この大きさに対して、ね、こんなちっちゃいの、ね、もう一重、二重、三重、これが対象外どうのこうのよりもね、これが問題だよ。 あなたできる総務省のあなたねできる、ね、?S さんできますあなたはこの、ね、ウルトラギガモンスタープラスを使って本当に究極の,、ね、あのノーカウントで使い切ることができますか1ヶ月間できるでこれ2年に縛りでしょ入れる人はあなたは2年間、ね、ノーカウントで 通すすことができますかあれもこれも。こんだけのものをで知らなかったでうっかり行くだろうし、じゃあこの動画を見てそうだったのかってね、それを分かってて使って、じゃあ2年間通してみろよ。できるか実際やって、50ギガあるかもしれないけど、それを消費しないで、検証で、脳ギガだけで通す、やってみろよ。 できないだろう実際に普通に利用してたら無理だよこういうのをこういう表現をどうして許しておくのかここなんだよ値段のプランにして言ったらどうして当たり前の請求する7480円からっていう表示させないのかでどうして,あのどうしてあの34%からなのかこの表示方法に問題もあるんだけれどもねでも このサービス内容もひどいもんでしょあとそのサービあの、サービス提供期間、ね、で突然変更することがある。ね、こんなの,あのやっても短い期間で終わっちゃったら縛られて残りの期間がいくらになるよとかさ来年の4月以降はこの値段になるよとかさでこれ突然あのこれはあの終了しましたになる可能性もあるよと同意させられてるわけだし でサービス感がきかって終わって縛りだけ残るってそういうこともあるわけでしょ実際にあるじゃんどうすんのこれ、ね、これが国民の怒りの声でもあって不安の声でもあるんだよでこういうことをちゃんと理解して納得して署名な賃契約してる人はものすごく少ないはずなんだよ トラップなんだよ。で、これが昔からソフトバンクのやってる商売のやり方なんで、もうソフトバンクで何回も何回も使ってる人とかは、あ、もうそんなのいつもだから今更じゃないじゃん。もう当たり前になっちゃってんだよ。これでいいの本当に。それで、今から世の中に出る若者たちは、一番最初に使う人たちは、こう、ね、そんなの当たり前っていう昔を知らないわけだから、 初めて引っかかるわけなんだよで1回2回3回引っかかって学習能力をつけてこれはまずいなっつってでそんなものはあの昔からそうじゃないかっていう、ね、大人になってくるんだよおかしいと思わないここ,ここに総務省が単純なことにあの気が付いてもらわないと何を言えばいいのか何を指導するべきなのかそこが問題なんだよだ このおじいのとこにおっしゃられるコメントの中では、ねあの、自由に競争しろ、どうのこうのって言いながらね、あの勝手にやってもいいようにしてであの、キャッシュバックはダメとか、どうのこうのとか、ね、変なとこばっかあの、なんていうの、傷つけて、だってそういうことを自由化にさせたのは、だって、ね、国でしょ、要は。いや、そんなこと言ったって、僕が言ったわけじゃない決めたわけじゃないとかね、いや、その時のあの言ったのは違うしとか、政権が違うとか、そんなことは関係ないよ。 ね、じゃあだったら、じゃあ今現在それを正せばいいんだから、ね、自分は関係ないじゃない、と権力を持っている今、なんとかしなきゃなんないでしょっていうそこなんだよ、今だよ、今でしょ、ね、そこなんだよ、なんとかしなきゃなんないでしょう、ね、そこのところをしっかりと考えるように、本当おじいはもう怒ってるんだよ、国民を代表してみんな言いたくても言えないんだよ。でこのの怒りをソフトバンクの、ね 窓口に行って言ったら、ね、あの、問題されちゃうよ。本当。通報されちゃうよ。だから言いたいことが言えないんだよ、みんな。だから、元気なおじいのとこに来て、みんなコメントを書くんだよ。ああだった、こうだった、こうなんだよ。これがこうなんだよ。って。で、おじいもわかる。え、まだトラップがあるのいや、おじい、ここのとこ見て、これこうなんだよ。ああなんだよ。うわあ、これはひどいってなってくるんだよ。ね。 おじいが何,何回あのこ,これ、動画出したと思う。で、あよくあの皆さんからの声で、いや、これはこうだったみたいです。ね、で、これはあ,あだったみたいですって、そうなっていくんだよ。で、あと、テサリング機能、あの今年の6月とか8月から、プラス500円なんだよ。テサリング機能を使うのに。今までなかったのに。だから、それを使,って使いたい人は、さらにまたプラス500円高くなるんだよ。ざけんなようだろう。で、ざけんなようだろうだけど、テサリング機能で何をするのかっていうと、 休みの日ぐらいは Amazon プライムとかね、そういうものをテレビに映して大きく楽しみたいわけなんだよ。そうでしょ大きい画面で楽しみたいのに、500円、今までお金取ってないのに500円かかるようになった、このプランは。プラス、512キロがじゃないとノーカウントにならないから、512キロでクル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 したらダウンロードしたのテレビで映してこないよ。どんなモザイクになっちゃうんだよ。18期ビデオじゃないよ。 全体的モザイク動画見てどうするんだよ。楽しくないだろう。総務省みんな全員でそのテサリング機能を使って5 1 2キロのやつを映したやつをみ見てみろよ。楽しめるかそんな映画。楽しめないだろう。あれもこれも使える、これがあのノーカウントでどうのこうなって、このチラシを横にぶら下げながら見てみろよ。腹立たないか 腹が立たたなかったら、もうあの国会議員やめろよ。国民の気持ちがわからないんだったら、一般庶民の気持ちがわからないんだったら、そんな議員やめちまえよ。アホか、本当に。みんな国民は言いたくても言えないんだよ。でもネットの中では、ね、思うことを自由に表現できる、活いだったらできる、それがおじいのところに集まってるんだよ。そういう、そういう民意、民意に。で、 みーの声に耳を傾けろよ、おかしいだろう、ういつかこの動画、総務省関係とかさ、ね、政治家に目が届くと思って言うけど、こういう機会がないと、みんな書き込めないんだよ、意見を。で、お前らあの世論調査にしても、何にしてもさ、国はさ、ね、全体的に景気が上がった、下がったとか、ね、あのボーナス平均がいくらだとか、ね、賃金とか、そういうものを数字出すけども、ね。 本当の、あの、個人、個人だとか、あので、中小企業とか、そこら辺のデータが入ってないじゃん。大きいとこだけの都合のいい、景気のいいとこだけの数字なんだろう。うだから実際にはテレビで景気が上昇したら何か何、何が何パーセントってやったって、おかしいな。我々のところにはなんか全然変わりがないけどもってね。だから何にも景気良くない。それが昔からあれじゃないか。国民の声じゃないか。お前らの調査おかしいんだよ。そもそも国がおかしいからこうなるんだろう、う結局。ね。 もうちょっとね、当たり前,当たり前のことをあの考えてみるよ。それができないんだったら、銀バッジ外して、一般庶民に戻れよ。やめろよ、本当に。ねえ、サラリーマンやってみるよ。天下りじゃなくて、普通のとこに。セブンイレブンとか、あの、吉田屋でバイトしながら生活して、それで使ってみるよ、いろんなもので、どれぐらいのものであの庶民がやりくりしてるのか、考えてみるよ。なあ。 元気な星なんか見てみろよ、本当、今年の1月の,あの月の収入なんか、1万ちょっとだぜ、ねやってみろよ、できるもんだったら、そこらへんと努力してみろ、庶民の気持ちもわからないで、くだらないことだけやって、ね税金で大金もらって、<laughs> ってやって、ね、それがいい商売なんだろう。 庶民代表として怒るよ、これは。ね、こ,ういうこういう世の中をなんとか改善しろ、この三大キャリアあの改善すること、をまあ先決だけど、このウルトラギガモンスタープラス、これ見て踊る人がどんだけいるね、本当。これを野放しするんだったら、じゃあウルトラギガモンスタープラス、ね、契約してる人、全員全員。 総当たりして、1人残らず、あなたはこの内容を理解しましたから、ね、実際に使ったら、あなたの思うノーカウントで使いましたかってね、思いがけないあの追加料金は取られませんでしたかって、すべての契約者にアンケート取った結果、集計してみろよ。どれだけの人が、いや、こんなはずじゃなかったって出てくると思うよ、絶対に。そこまでしてみろよ、正確な数字で。 怒るよこれは国民みんな怒ってるよ、これはね。まあ、そんなわけでこの動画はここまでにしておきます、ね、あの元気なおじいのところにねいろんな意見を寄せてくれた方は本当にありがとうございましたであのおじいの動画の中ではねおじいが気がつかなかったトラップとかいや、これこうなんだよああなんだよとかねあとあのテサリングがね 今年からあの500円になったんだよとか、そういうのもね、動画作ってアップした後に、みんな教えてくれて、どん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 、こうやってまた、ちゃんとした情報にして、まとめて出してるんだけども、この教えがこうやって見てても、本当にまとまらないんだもん。で、この疑いがもうした、契約したからに限らず、じゃあ、それはどうしたの、じゃあ、これはこっちの2年縛りで契約した人だって、だん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 たどっていかないと、全部1個丸にならないんだもん。 一個のページにまとまってないし、あちこち飛んでって、あもうあの、わけが分かんないことになってたもん、これ。こんなの理解できないよ、本当。どう考えたって。で、これをちゃんと理解して、規約してる人も多いんだからって、ぐったらね、コメント、あの、入れるのもいるけれどもね、そんなものはありこないんだよ、絶対に。どこのドイツは、そういうこと言わせちゃって思うんだよ、ねまあ、おじいの個人的な理解なんだよね、あくまでもね。何の強制力もももないかもしれないいかしれけど 誰かが何かこういうことをちゃんと意見を述べたり皆さんの意見を、ね、まとめたものを何かの形でこの世の中の皆さんが見えるところに更新のところに残さなければこういう声は届かない、ね、本当本来だったら立花隆にぶつぶしてほしいんだけどねでも NHK ぶつぶすので、ね、今精一杯だからねだからこういう形で残してます本当ね あのー、もう怒ってんだよ、本当にね、皆さんの怒りだよ、おじい自体は、あのー、たまにいるよ、そんな嫌だったら、最初から入らなきゃいいとかね、あのー、言うけども、いや最初から入らなきゃいいようなことを、後から気がつくんだよ、そうやって書いてくる人がいるけども、契約するときにこの内容を正しく理解してたら、契約なんかしないんだよ。 契約した後でみんな後悔してるんで、まだ縛られてる、まだやめない、今って、いや、気がかかるからってなってるから、だからみんな困ってんだよ、国民は。そうでしょいや、元気なおじいはこのウルラ、あの、モンスターパルス入ってないよ。あの、たまに、あの、勘違いしてる人もいるかもしれないけど、おじいは入ってないよ。おじいは、あの、ソフトバンクはね、 これあの、話し放題。時間制限ないよ。5分以内の通話が無料とか、10分以内の通話が無料とか、そういう制限がないやつで、月額料金301円でね、あの、使ってます。あの、2年ね。今年から使い始めて、請求は301円以上取らないから。その代わり、インターネットやるためには、あの、レンタル Wi-Fi 使ってるんで、iBeadio のサンマリオン ZT。月額料金3900円で、正真正銘のノーカウント。 何もかもが、あの米印がないから、何をどう使っても、LINE であのテレビ電話使おうが、何をしようが、ね、あのハイクオリティでね、4K を見ようがね、フル HD 見ようが、YouTube とかね、広告を見ようが、ね、あの一覧表示してみようが、何を見ようが本当のね、ノーカウントだから、何もないから、しかも容量制限なくて、無制限だから、ね、だからそれプラス、この300円で済んじゃうんだよ、3900円と300円、これで済んじゃってるんだよ。 安いでしょ通話し放題のネットやり放題、これであのわずか4000円ちょっとで済んじゃうんだよ。で、こんな条件がガチガチで、通話料金とかね、それでもあのフ,フリーじゃない状態で、お一人様7480円だよ。高いじゃないか、どう考えたって。同じソフトバーク回線だよ ソフトバンクの携帯使いたい放題にソフトバンクのサンマリオン ZT の会社に使いたい放題でそれで4000円ちょっとで済むんだよ。分ければね。ただ皆さん、面倒くさいっていうね、面倒くさい、面倒くさい。この面倒くさいからわけが分からないからお金を払ってる人が多い。今の,今の国民はお金持ちが多い。昭和の時代はあのみんなね、貧乏だった。で、節約していた。 であちょっと自分の足で努力をすればあちらのスーパーで買った方がこっちよりも煮えやすいからで皆さん主婦は頑張って遠いところまで歩いていたんだよ。ね、でも今はお金が有り余ってるからね分かんないからいい、うん、分かったはい、はいって言いながらお金をね取られても文句言えない人が多いんだよ。まあそ、まあそそそここのんんだだだけけ日本は裕福にになななったっったててとなんだけどそうなんだよ詐欺にあってお金をあの絞り 取るだけのお金をみんなが持ってるから絞り上げられるんだよ。ね、おじいから取れるもんなら取ってみろ。取るものねえから、ど,どんなにいる足も足ってこうやってひっくり返されたりだって、ねあの、ウルトラギガモンスター契約して、払うだけのお金がないよ。取れるものなら取ってみようれ、邪魔めろ。だからあの入れないんだよ、ね入ろうに。入りたくても入れないんだよ、おじいは。 もうこの301円とあと3900円のね消費税、これだけであのどっちも使いたい放題も,うもうこれでこれ以上出てこないから高い金額は入れないんだよ。ねまあそんなわけでねこの辺にしたいと思います。本当ねあのまあちょっとでもねあの分かるよとかね同じ気持ちだったよって思った方はねあのグッドボタンを押してくれたら。 本当おじいの励みになっています。チャンネル登録、ね、もしできたらよろしくお願いします。本当に、ね、皆さんの狂気、一票がおじいを支えております、ね。そんなわけで、皆さんの怒り、もらったコメントはこの一歩の動画にして、ね、いつか総務省の人間が見てくれるだろうと信じて残しておきます。あくまでも元気なおじい、一個人の、ね、勝手な。 あのね、考えと意見かもしれないけれども、動画としてはでいつかそのうち何かを動かすための、ね、原動力の何かの、ね、微妙な力の一個になったらいいなとおじいは思ってます、あとこの動画を見て、そうだったのかって、ね、おじいの関連動画を見てもらってそこで、あやばかった、そうなんだ、知らなかったよ、いやそれなんだったら契約しないよって気が付いた方が1人でもいてくれたら、この動画の意味があります。 そういうことで、ねあの、おじいのご意見番という再生リストがあるので、そこのところで、ね、まだおじいがすべてを理解していない状態の動画から残っているので、ね、皆さんの意見をまとめたものが結構あるので、よかったらそちらの方もも、ね、参考にしてみてください。以上おじいででししたたた最後まままありがとうござババイバイ、ま、たね